今かなり前夜祭も盛り上がっていますが、はい、明神選手のお気持ちはいかがですか？そうですね、まだ落ち着いてます、はい、明日になると変わってきますか？そうですね、スタジアム着くぐらいから徐々にスイッチを入れると思うんで、今はリラックスしてます、はい、チームの雰囲気はどうですか？雰囲気は、ね、非常にいいですよ、楽しく明るく今日も練習できてますし、楽しみですね。明神選手としてはどんなプレーを皆さんに見せたいですか？もちろん、ね、勝つために、自分の熱いプレーというのを、出したいですね。 MVP は狙っていますか？全く狙ってないです。そうなんですか、はい、もう、勝つチームが勝つことだけが、ね、一番なので、個人のことは、あまり考えてないです。逆にチームの中のこの選手に期待をしているとか点を取ってほしいなっていうのってありますかね？みんなね、若い選手多いんで、そういう人たちが、みんなが活躍してくれたら嬉しいですね。では最後にファン、サポーターの皆さんにメッセージをお願いします。去年本当に J2 というところでね、悔しい思い、寂しい思いをさせたので、タイトルで恩返ししたいと思います。ありがとうございました。明日の試合頑張ってください。ありがとうございます。